らほら見て、こんな感じでここ2000メートルなんですけど、足湯があるんですよ。すごくないですか？はい、どうも GF チャンネルのイッチです。ここは群馬県の丸沼高原です。本日はお花が綺麗な日光白根山に登っていこうと思います。美味しいグルメも紹介したいと思いますので、よかったら動画最後までゆっくりご覧ください。どうぞ。登山者専用駐車場がありまして、ここはものすごく多く止められます。では今から日光白根山ロープウェイにね乗っていきたいと思います。じゃあ割引券を使いたいと思います。本来2200円が1800円になってます。ロープウェイの料金は土日祝とおそらく平日が、ね、違うと思いますので、まあ、その時その時の料金を確認してください。いつも通り山マップを使って活動を記録していきたいと思います。活動を開始。山頂駅を降りたら、ここがねもう標高2000メートルありますね。山頂レストランのすぐ横には駒草ですね。あまりねこんな近くで見ることないんで嬉しいですね。珍しい白い駒草も咲いてますね。反対側には白根葵が咲いてますよ。もう白根葵の時期は終わってるんですが、かろうじて一輪だけ咲いてましたよ。山頂駅の周辺はレストランとかカフェとか足湯とかかなり整備されてますね。この辺りの駒草は通常の駒草に比べてかなり色が濃いですね。二荒山神社の鳥居をくぐって進んでいきたいと思います。失礼します。ここも自然散策路っていう風になってて、このようにね足元ちゃんと舗装してくれてますね。二荒山神社がありましたね。どうやらここはペイペイでお賽銭ができるようなので、ちょっとねやってみたいと思います。ここは100円ですかね。100円お支払い。安全祈願をねしてきました。ではこのゲートをくぐるみたいですが、はい、開けてよいしょ、ちゃんとね閉じていきますよ。意外とすぐ火山が始まるのかなと思ったんですが、このように林道というか木々の中をね歩けるんですね。見てください、ここはね苔がモフモフしてて可愛いですね。木漏れ日の中の苔が生き生きしてますよ。本日のコースは山頂駅を起点として日光白根山、そして五色沼、三田ヶ池を経由する距離で9キロ、上りと下りは約900メートル、標準のコースタイムは5時間40分、日帰りのね初心者向けのコースとなっております。歩き始めてすぐですね、ここは不動岩と言われる岩で、まあ、ご覧のように確かにものすごく大きな岩ですね。前半は綺麗な森の中をね歩くっていう感じですよ。もう日光白根山は勝手にこう火山のね荒々しい山だと思ってたんですが、本当に前半はこの森林浴を楽しめますね。ルート案内もねかなり細かく書いてくれてるので迷うこともないと思いますよ。避難小屋分岐までこのようにね木段が続きますからね、ここはのんびりのんびり歩いていきましょうね。木段の脇には小宮山カタバミが咲いてますよ。このね花は日が当たらないとしっかりね花が開かないんで、今は半開きっていう感じです。ここには岩鏡が咲いてましたよ。これはね葉っぱが鏡のようということで岩鏡と言われます。ここは避難小屋分岐ですね。でここからね山頂までは 2.1 キロという風になってます。この辺り本当に足元を目を凝らしてみないと、いろんなお花がね一気に咲いてますから見落とさないように歩いていきましょうね。樹林帯コース木陰の中を進んでいけるので、まあ、上りはこっちを通るといいかもしれないですね。これは須田薬種って言って、その昔喘息の薬になったそうですよ。細かなアップダウンがあるんですけども、この先奥白根神社っていうところまで標高差で500
登っていきますからね。結構標高差あるんで、ここは焦らず途中で休憩しながら登ってみてくださいね。登りがねなかなか大変なんですけど、左手を見ると岩鏡ちゃんたちがたくさん咲いてますよ。もうねみんなが頑張れ頑張れって応援してくれてます。登りが本当大変かと思いますが、お花がね一つでも二つでも分かるとそのお花を見つけながら歩くことができるんですごく楽しいですよ。これは三つ葉オーレンですね。これもねちっちゃくて可愛いですよ。標高差であと250ですよ。まだまだどん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 登っていきます。こうやって細かい滑り止めを作ってくれてるね、なんかワッフルみたいで美味しそうです。少しね空が抜けてきましたよ。こんな感じです。そして登山者が左手前方の方歩いているのが見えますね。あちらが山頂方面ですね。ここは深山金梅が綺麗に咲いてますよ。青空とこの黄色素晴らしいですね。登山道の両サイドにはいろんな種類の花が今だ今だっつってみんなが慌てて咲いてますね。ここから先は足元が砂礫地帯になっているので滑りやすいので気をつけてくださいね。傾斜はねそんなに急っていうわけじゃなくって、手を使うような場所っていうのは今のところ出てきてないですね。あそこ見えますかね、左手眼下にはスタートをしたロープウェイの山頂駅が見えますね。あそこから結構上がってきましたね。山頂まであと 300m だよ、頑張ろう。ここもまたね雰囲気が少し変わってきましたね。おそらく山頂はねすぐそこだと思います。今日は平日なんですけどたくさんの方がね登ってますね。ここが奥白根神社ですね。山頂はすぐお隣ですね。上にもねたくさん人がいます。山頂の直下ですが、ここには菅桜が咲いてますね。この白いまん丸可愛いですよね。このちっちゃなお花は米葉菅桜ですね。葉っぱがお米みたいですよね。それでは登り始めて約2時間でここは白根山山頂ですね。標高は 2578m です。関東以北で北海道含めてこの山よりも高い山がないというふうに言われている山です。ありがとうございます。ありがとうございます。ピンクありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。山頂はあちらなんですが、ここからね下を見ると特徴的な火口湖が見えますよね。ここは高度感があってなかなか怖いですよ。ぐるりと、はい、こんな感じでございます。はい、中禅寺湖のすぐお隣の南大山、別名日光富士とも言われるあの山なんですけども、前回ね登ってますのでよかったらね概要欄クリックしてみてください。それでは山頂を後にしてこれからね五色沼の方に向かっていきたいと思います。そこが山頂なんですけど、あそこ下見えます？鹿がいますよ。鹿が古梅ケイソウパクパク食べてますね。よく見るとオスの鹿ですよ。角が立派です。今日は天気もいいので山頂でね皆さんおにぎりやパンを食べて腹ごしらえをしていましたよ。気持ちがいい下りをどん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 降りていきますよ。この下り斜面には梅旗竿っていうね高山植物が咲いてますね。コマクサちゃんも咲いてますね。この辺りよく見るとコマクサの株がたくさんありますよ。トレイルをね踏み外さないように気をつけてくださいね。急にこの辺りはお花畑が出てきましたよ。この辺りね一面ちょっと持って帰りたいぐらい綺麗ですね。左手の眼下には五色沼が見えてますよ。この五色沼を横目にどん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 降りていきます。日光白根山の山頂から五色沼までは標高差で400降ります。体力にもし不安のある方はね日光白根山をピストンするだけでもいいと思いますよ。この辺りの下りはね結構足元が脆いのでゆっくりゆっくり進んでいきましょうね。この辺りからなんだか植生が変わってきましたね。やはり標高差200も300も降りると全然雰囲気が変わってきます。歩き始めて3時間ほどで避難小屋にやってきました。布団が敷いてありますね。いざという時はここに避難することができるって感じですね。小屋を出てすぐのところで鹿がいますね。お尻が白くて可愛いですね。鹿が全然動かない。
この辺りでね、むしゃ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 食事をしていましたね。五色沼まではこんな感じで森の中ですね。どん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 降りていきますよ。まだ雪が残ってますね。お花がねめちゃくちゃたくさん咲くってことは雪もたっぷり降る山域なんでしょうね。おお、急に開けましたよ。ここが五色沼です。せっかくなんで五色沼ね近づいていきましょう。結構透明度高いですね。綺麗ですよ。こんな感じ、池のほとりでアンパンを食べます。美味しい。五色沼の周りはあまり人が来ないみたいなんで、まあのんびりここでねランチをするのもいいと思いますよ。先ほどまでいた山頂が見えますね。上の方はね少しガスがかかってきましたね。それでは五色沼を後にして今度は御田ヶ池の方に向かっていきたいと思います。この五色沼は光の当たる具合によって様々な色に変わるということで五色沼と言われています。今日は一色かな。この湖畔歩きもすごく気持ちがいいのでぜひね体力に余裕のある方は五色沼まで来てみてくださいね。ここはこのようにちゃんとした石畳がありますね。ここまで来て整備をしてくれてるんですかね。すごいですね。見えますかね、あの日光白根の山頂の方に人が立っているのが見えますよ。いや断崖絶壁ですね。御田ヶ池までは標高差で100上がりますからね。傾斜がなかなかきついんですけどここにちょうどいい感じでロープがありますね。では使わせていただきます。よいしょ、ちょうどいい高さ。よしよし、いやちょっと持ちにくい、ごめんなさい。よいしょ、少し開けましたね。トレイルに沿ってものすごくお花がたくさん咲いてますよ。ほら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 、こんな感じ。はい、やってきました。ここが御田ヶ池です。こんな感じの池です。ここも静かでいいところですね。御田ヶ池の脇なんですけども、こちら降りていくと菅沼登山口ですね。ロープウェイの時間を気にせずに登りたいという方はそちらを使って登ってくるといいと思います。では御田ヶ池を後にしてここからロープウェイの方にね向かって降りていきたいと思います。まあ降りていくと言いながらもいきなり少し登るっていう感じですね。右手がね座禅山です。今日はこの座禅山はパスしようと思います。この辺り歩いてると至る所に鹿がいますね。白根葵が鹿の食害を受けるのも納得ですね。この道結構ね滑りやすいんで気をつけてゆっくり降りていきましょうね。さあ分岐にやってきましたよ。名前がすごく素敵なのでこの七色平に向かっていきたいと思います。急に歩きやすくなりましたね。いやここは本当に気持ちがいい道ですよ。七色平にやってきました。ここは七色平だからお花がものすごく綺麗なのかなと思ったら何もないですね。七色平がね思ったよりも何もなかったので先ほどの分岐まで戻って西の河原方面にね行きたいと思います。そのまま戻ってもよかったんですけど最初の道とね合流しちゃうので足を伸ばしてみようと思います。分岐まで戻ってきたのでここから六地蔵の方に向かって行きたいと思います。こんな感じで森の中はね相変わらず歩きやすいですよ。ここは六地蔵ですね。六地蔵は六根少々を願う場所ですね。お賽銭箱がそれぞれのねお地蔵さんにあるんですが、一つだけ入れたいと思います。よいしょ。六地蔵を後にしてここから先西の河原方面に向かっていきますよ。ここはいきなり景色が抜けて綺麗ですね。景色の素晴らしいここが西の河原ですね。ベンチもあるのでゆっくりご飯を食べるのも良さそうですね。よしよし、最初の扉のところまでやってきましたよ。ぐるっと一周しましたね。登山後のお楽しみは天空の足湯だね。こんな感じで山を登った後にすぐ足湯ができるんですよ。めちゃくちゃ良くないですか。ほら天気もいいよ。あー気持ちいいね。生き返る。ワンちゃんも一緒に乗れる山です。ちょっと触りたいんですけど、あの私ちょっと犬怖いんでね見るだけにしておきます。じゃあねちょっと小腹が空いたんで天空カフェに寄りたいと思います。本日のおやつは和風フレンチトーストセット1000円になります。いただきます。あったかくて美味しい。抹茶と小豆と花豆もね乗ってますね。群馬といえば花豆です。私ねこれ大好きなんですよ。
それではロープウェイにね乗って降りようと思います。ロープウェイを降りました。ではこれからロープウェイ駅直結の座禅の湯に入りたいと思います。お風呂から出てきました。とてもいいお湯でしたよ。じゃあちょっとお腹が空いたんで、せっかく群馬に来たんで私の行きつけのお店に行きたいと思います。一瞬でワープします。せーの、はい、やってきました。こちらですね、もう名前から美味しそうですよね。うまい焼肉青空さんです。本日のランチは上州定食です。上州牛のカルビ、上州産豚のロース、青空サラダとご飯、自家製の漬物、手作り豆腐、そしてお味噌汁がついて、この値段です。お得ですよね。夕方5時までねランチが頼めるのは登山者としてはすごくありがたいですよね。いつもこの5時に間に合うかなっていうギリギリでね頑張ってくるんですけど、変わらず美味しいですね。山に登って筋肉いっぱい使ったと思うので、タンパク質を補給してください。おすすめです。はい、それでは本日はお花が綺麗な日光白根山をぐるっと回ってきました。この山はロープウェイを使って登ることができる初心者向けの山となってます。ぜひぜひ皆さんも遊びに来てみてください。今回の動画面白かったなと思っていただけたら、グッドボタンだったりチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたどこかのお山で会いましょう。じゃあまたね、バイバーイ。ウッホー。GF チャンネルでは上りも下りももっと快適にをコンセプトに、グリーンフィールド立川という施設を運営しています。登山を楽しんでいただけるように様々なアドバイスをしています。もし気になった方はぜひ概要欄のリンクをクリックしてみてくださいね。